Okay, ready? Here we go!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  Alright! ございます。さあ5日目の朝です。もう早い、5日目ですよ。青森デイ5、本日は十和田湖へ向かいます。そして奥入瀬渓流トレッキング散策したいと思います。まずは1時間、まあ、約2時間かけて十和田湖へ移動だ。 Here we go!言わんのかーい。はい、今回はこちらですね、スタート地点お世話になってました RV パーク道の区橋上、ここをスタートして、十和田湖、十和田湖にある根の口駐車場っていうね、ここですね、ここを目指していきます。この駐車場に車を止めて、この奥入瀬渓流ね、こちらここをね、トレッキング散策するというのがね、目的です。十和田湖到着。十和田湖、いやー来ましたね、ついに十和田湖やってまいりました。すごく懐かしいです。ほぼ記憶にはないですけど、あっちがバス停。よし、このバスに乗って奥入瀬行きます。お願いします。IC 使えるってすげえな。奥入瀬とは、奥に入る瀬と書きますが、雲の流れまでは約 1.6km です。鴨白浜の先です。反対の左手は、野田小梅さん、ブロー、ありがとうございました。これが雲井の滝。わあ、雲井の滝。雲井の滝。さあでは、奥入瀬歩道歩いていきます。今いるところはここ雲井の滝。ここからてってれー根の口までね、約2時間歩いていくぞ。すごいね、奥入瀬。
あ、綺麗じゃん。はい、2時間ぐらい、うんね、あれよく歩きます。すごい有名なところは、さあこう歩いて今湖まで到着、全長約何キロ5キロってところかな。すごくいい散歩道でしたね。湖到着、十和田湖。青どうだった？うわ、小鳥の顔が悲壮感たっぷり。あ、よかった、駐車場こんなに激混みしてる。早く来てよかった。 Dude, that father is 10 年 permed